か来とる。まだ新しい木が感じる人の。あ、直されとる。っていうかなんか草カットされてるな。うん、だから人が来とる。はい、どこやったここ。まだ14号飛んでるか。14。ライトつけた方がいいかな。暗いじゃん。どの道暗いわ。どっちくれや。俺もじゃあライトをつける。ライト持ってきたかな俺。じゃあちょっと行ってみましょう。本当にね、暗い。暗い。トンネルやっぱこれはあるんだね、毎回毎回。これはだってあれやん、必要やん。避難用として。でも必ず焚き火してるんだよね。青い応募が出たな。これさ、はい、何も映ってねえような気がしん。見て。本当だ。なんでこんな暗い？知らん。もういいや。戻して。別に間違っちゃないよな。うん。映った？あれ？真っ暗だな。なんで？カメラこれちょっと見て。あ、見えとるな。映して俺。ちょっと待って。あ、ちゃんと赤いし。あ、フラッシュ光っとるな。映っとる？うん。ちょっとズームしてたからそれのせいかな。あ、そっか。ならいいけどさ。ここ取れんぞ、多分。13の方に来たりやな。ねえ、今ここが一番応募が多い。出雲か。すごいぞ、ここ。うん、ここが一番すごい。いや、映っとるよ、感じとるだけやな。あ、分かった。俺を望遠触ってない。望遠ほうで今こうやってやっとったんやって。ビーンって勝手に動いとるもんね。えズームがほんで今、あれなんでビーンって言ってる何の音かなと思ったら望遠になってた。俺おかしいな、触ったこともねえとかなんかそしたら今勝手に音がビーンって変な音がしとったもん。ここおるな、やっぱし。いたずらっ子の応募が多いな。いたずらだな。いたずらされた。今なんで俺こういうふうに触っとるやん。こうやん、映しとるの。ほいで触るわけねえもん。それとさ、なぜか知らんけど涙が出てくるんですけど、少し寒いでかな。左だ。朝鮮トンネルよりかこっちの方が悲惨やな。あ、朝鮮トンネルの方がすげえな。どっちがやばい？向こう。健康になってる。ね、取れなかったやろ。取れないね。だろうな。そして息がすごいね。だろうな。そんなことだろうと思った。うもいくん一番かわいそうなんや。またなんか遊ばれてる系？なんでこうやって向けるやん。うん、そうそう壁の中ビーって入ってて。これ見はわかるわ。帰ったら見てみる。すげえわかるわ。多分。なんか俺には取られまいとしてるのか。違う。今回は俺に求めとる。あなたになんか話しかけたい的な。そう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 。成仏したいんだろうけど、成仏させないよ。ここで頑張って生きてくれ。死んでるよ。あ、そっか。ここいる？ここの下り。木が倒れてる。汽車ポッポ。どうした？今黒いのが動かんかった？だからガサっていったからなんか。いや、今黒いもんが動いたぞ。まあいいや、気にするな。そんなことよりも中間でさ、うん、っていう音聞こえんかったって思って。クリーパーの音は聞こえてない。爆発しそうだなんか。っていう音。なんかよ、ずーっと歩いとるとよ、二人で歩いとるやん。うん、なんとかこのカメラに入ってくれるとは、俺がさ、嘘ついてねえように思われるんやけどさ。ここに本当にトンネルあるの？うん。どこに？この先。まだある？本当やろね。本当本当。俺はそっちのレビューが聞きたくて知らないんだ、あなたの。俺どうしたらいいの？うん、やっぱしよ。うん。ずっとトンネルの真ん中からよ、うん、来てんだよな。まあ、あなた狙いなら俺はそんな心構えしなくていいや。バカ。調子。おかしいな。昼間なのに何やろ、この嫌な、異様な。ゲロが出そうな空気。これ多分霊感あるやつは多分みんな同じ気持ちになるぞ、ここ多分。なくてよかった。そう、どっちでもやな。もうなんか一回じゃあ俺下見てえだやつ。あった。あったって言われた瞬間、あなたテンション上がって俺テンションガーン下がって。そう。なるほど、このおしゃれな橋があってからか。こんなん動画にあったかな。鉄でできとるよ。すごい。いるのここの橋って。あ、下川か。うん。そっとこう、今見ちゃいけねえもの見てしまった俺は。やべえ。あなたがうわー言うから大概なんやろな。今やべえ、霊感の強いやつは多分見えたぞ。むいくん降りて写真撮れ。したどっから降りてんのこれ。わからん。撮らなくていいのか。いや、わからん。今黒い影って言ったけど白い影が見えた。白い影。今マジで飛んでちょっとパンツ漏らしたぞ今。これやめてよ。めっちゃ正面こらえとるのに俺。いや今ほんと、あ、川があるってフィッて言ったらさ、ふって消えた。マジビビった俺。やだ。あ、野生動物出たらビビれるパターンやな。やべえな俺今3滴ぐらいパンツ漏らしたぞ。帰る頃にはベタベタだった。いやだろ、こっちの方がやべえが。だろ、朝鮮トンネルそのままサイズ小さくした番って言ったろ。さっきのやつよりも全然違うぞここ雰囲気。だから言ったじゃん俺、朝鮮トンネル並みにきついとこだって。うわっ。戸惑うな俺。どうする、行く？いや、だからまあ大概あなた次第よ。カメラが。え、これみんな行っとるわけやろ。まあ途中で引き返したりしてるけど、うん、みんな一応中には入ってるね。バカだぞこいつら。画面がバッチリ開く。うん、変わんね。やっとこの画面モードになった。これ画面がついたんや。うん。ん？どういうこと？前までこの画面が出てなかったで怖かったよ。おかしいなと思って。さっきまで？うん。写真を写すとこの画面が出て消えるんや。あとずっと黒いんやって。それは単純に明るさの問題じゃないの？いや、だってここでずっとおったもんだ。これ多分、ほら、こうやって消えちゃうんだよ、勝手に。ああ、ほら、あれなんでだろう。失礼します。何かが取れますように。あいします。何も取れね。失礼します。あなたが戸惑うなっていうさ、俺らさ、何が足りないかってお金と緊張感だよね。俺だけかな。これ空気重いでしょ。空気が重すぎる。よそ様の人の動画でも大概、あ、これきついとこだなって思ったもん。すげえ空気重い。何これ、さっきのトンネルよりも風がねえし。あ、本当だ。何この生あったかさ。向こう側が塞がれてるから空気が循環しないっていうのはある。そういうこと。ほら、見てなかった。これやろ。行くぞ。ほら。だろう。もう空気がめちゃめちゃ重い。もうこの時点でもう拒否されとるもん。ああ、取れとる？あ、取れた。なるほど。やべえな、こっち団地じゃん。集合住宅になってるから。違う、段違いのこと言ってんだよ。住宅のことじゃないよ、団地って。水まかない。緊張感ねえし、俺たち。もうちょっと緊張感持とう、本当に。あなた一人緊張感持ってるからセーフセーフ。カメラ持てますか？空気重い。いらないもん、それ。空気重い。どうしよう、俺。帰ろうかな。夜混んぞ俺ここ。ああ、そうなの。スーパーサイズになってるから電気つける方がいいかな。暗い。何も見えねえ。一つだけを気になるんだよな。でかいのがいる？ずっと同じものが映ってる。おかしい。あ、くそ、欲しい時に映ってくれる。腹立つね、このカメラ。行こう。まあ、あなたの行けるところまで。フラフラしてる。帰りにまた走るのかな。あ、来いって言っとるけど、どうする？行く？奥まで。どうする？青い玉がさ、はい、濃いって言っとるけど、いく？濃いって薄いっていう意味じゃないよ。濃いとか薄いとか。カモーンって感じ。カモンベイビーって言ってる。緊張感ないね。あなた次第よ。まあ、あなたが進めるって言うならね。ずっと3メーターぐらいの距離をよ、青い大きなのがよ。うん。うん。ずっとやっとるけど。どうする？これいく？本当に。あなたが嫌ならば。あ、またこうなったら嫌だ。これメニューで消せる。電池が残量がありません。そう、バッテリーが尽きたか。使えんなお前。だって突発的なあれだったもん。そうか、充電なかったか。これからがめっちゃ面白いのに。こっち使う？それやりにくくない？